はい、カプリをご覧の皆さん、改めまして鹿児島市出身の錦木彩香です。どうぞよろしくお願いします。カプリの配信ライブでは演歌歌謡曲での出演は初めてとお聞きしました。どんな感じのライブになるかとても楽しみです。1曲目は私のデビュー曲南国港町を聞いてください。南国港町を聴いていただきました。この曲は活気にあふれた港町鹿児島を歌っています。どうぞよろしくお願いします。次に聴いていただく今度の曲は南国港町のカップリングソング鹿児島空港2未来への旅立ちです。この曲は愛感あふれるしっとりとしたそんな素敵な曲です。それでは聴いてください。
鹿児島空港2聞いていただきました。新型コロナウイルス感染症が蔓延し、全国各地で緊急事態宣言が発令され、地元の天文館も寂しいと聞いています。早くあのいつもの天文館に戻ってほしいです。そんな思いも込めて天文館の夜を聞いてください。愛しいあなたの面影が、グラスの酒にまた浮かぶ。雨に滲んだ女が一人ぽつり泊まりに夢に酔う。僕に霞んだ桜島、抱かれたあの
日の夢明かり、星が降るような天文館で、いつかお前を迎えに来ると、小指差し出し言った人。天文館の夜聞いていただきました、この後は少しお知らせがあります。それでは VTR をどうぞ。県内各地でチャリティーライブを開催し、皆さんもご存知かもしれませんが、交通維持へ愛の手をのこの募金箱に募金をいただき、毎年恒例のクリスマス前に鹿児島県交通被災者助け合い協会さんに届けております。募金をいただいた皆様に感謝しております。現在も活動を継続中です。西京さやかのイベント情報です。今月の1月19日火曜日、市川由紀乃さんのコンサートの昼の部に出演が決まっています。万全の新型コロナウイルス感染症対策がなされての開催です。1月19日宝山ホールで14時から開演です。もう一つのイベントは2月13日14日の2日間天文館公園で開催の2月堂和装フェスです。前回9月堂でも参加させてもらいましたが、今回はさらに充実したイベントになりそうです。飲食店25店舗、和装ファッションショー、ステージショーなど盛りだくさんです。西京さやかのライブは2月13日土曜日14時予定となっています。場所は天文館公園です。こちらも新型コロナウイルス感染対策の検温や消毒などの指定の開催です。はい、ありがとうございます。曲に合わせて衣装を変えてみました。1曲目は裸の心、そして2曲目は春よ来い。まだまだ寒い日が続いていますが、早く暖かい春が、そして一日でも早く新型コロナウイルス感染症が収まってほしいと願いも込めて選びました。2曲続けて聴いてください。いつかと
聞かせながら今日までたくさん愛してきた。そして今もこの恋が実りますように、少しだけ少しだけそう思わせて。今私恋をしている、裸の心抱えて。バイバイ愛しの思い出と私の夢に鉢な憧れ、優しくなれたよ少しね、強くもなれたみたい。どんな未来を受け止めてきたの、今までたくさん夜を越えた。そして今もこの恋の行く先なんてわからない、わからない、ただ思いを今私伝えに行くから、裸の心受け止めて。しなきゃよかったとあの時もあの夜も思っていたの。今私また恋をしてる、裸の心震わせて。この恋が実りますように、少しだけ少しだけそう思わせて。今私恋をしている、裸の心抱えて。ありがとうございます。次は春よ来い、聞いてください。光立つにわかに愛し面影の沈丁へ、あふるる涙のつぼみからひとつひとつ香り始める。それはそれは空を越えて、やがて
やがて迎えに来る春よ、遠き春よ、まぶた閉じればそこに愛をくれし君の懐かしき声がする。君に預けしわが心は今でも返事を待っています。どれほど月日が流れてもずっとずっと待っています。それはそれは明日を越えて、いつかいつかきっと届く春よ、まだ見ぬ春、迷い立ち止まる時、夢をくれし君の眼差しが肩を抱く。まだ見ぬ春、私はここにいます。君を思いながら一人歩いています。流れる雨のごとく、聞いていただきました。最後の曲になります。またどこかのライブでお会いしたらぜひ声をかけてください。次の曲は寄り添い蛍です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。錦江さやかでした。何も望まぬ恋だけど、あなたと二人で生きたいの。どんな昔があってもいいの、今の生き信じています。私寄り添い寄り添い
小さな明かりを抱きしめて、暗い闇夜に火を灯し、あなたの足元照らしたい。迷い道でも幸せひとつ、命かけます、尽くしてみせる。私寄り添い蛍、短い命をもう